池部,池部良、池部良、池部良、1918年2月11日から2010年10月8日は、日本の俳優、随筆家、東京市大森区出身、身長173センチメートル、立教大学文学部英文化卒業。大学では、富田明などから学ぶとともに、映画監督になるのを夢見て在学中の1940年に、 東方撮影所のシナリオ研究所に研究生として入り、1941年に卒業と同時に、シナリオ研究所を卒業し、東方に入社る。監督希望だったが、戦時下の作品制作数の大幅減少で、助監督の飽きがなく、文芸部に配属。早々部長に、面食いだからと当時子役の大スターだった中村名子の子守を命じられ、彼女の大絶賛を聞いた。 映画監督、島津康二郎に壊れて、東魚に脇役で出演する。それが好評となり知的で、スマートな若手俳優のホープとして目された。1942年の緑の大地のクランクアップの翌日に陸軍に招集され、中国三島省に派遣された。大学卒ということで、幹部候補生試権への受験を進められる。任期が長くなる、当時。 兵隊のままだと任期は2年とされていたため断るが、上官に無理やり受けさせられ白紙で答案を提出したにもかかわらず、公主幹部候補生にされ、厳しい訓練を受けた。1943年11月に、見習い士官に任官後、予備陸軍将尉となる。1944年に南方戦線に移動される。竹市船団の輸送船、天津山丸に乗船するが、 5月12日に敵潜水艦に撃沈され、セレベス海に投げ出され10時間泳いだ後、海軍の艦船に救出され、インドネシア北東部のハルマヘラ島へ配属された。食料、弾薬ともに豊富なハルマヘラ島に配属された彼らは1944年9月、アメリカ軍の凄まじい艦砲射撃、空爆を受けてジャングルに逃げ込んだ。 将位ながら衛星隊本隊を任され終戦まで戦い終戦時の階級は中尉だった。1945年11月には進駐してきたオーストラリア海軍との交渉役を任され単身で豪海軍駆逐艦に乗り込み人格者であった艦長とオールドパーを飲み交わしている。1946年6月まで抑留され南方から苦労して福音船に乗る。 他の隊の将校は海に放り込まれたりするが、池部隊では部下がエンジンを作って隊長を守ってくれ、日本に帰る。チョー地フスに罹患した池部は俳優を続けるかどうか決めかねていたが、東方や高峰秀子に熱心に壊れ、特に後方には市川昆を付き添いに疎開先の茨城県の山村にまで直接訪れて、説得れ、俳優に戻る。映画界に復帰した池部は、 日本共産党とその審判による東方葬儀に1948年秋まで煩わされた。175センチメートルの身長と渋い要望を活かして次々と主演作品をヒットさせる。1948年に女優の羽鳥敏子と結婚したが離婚。その後も青春スターの第一人者として活躍を続けた。特に1949年の 青い山脈では、当時30代だったにもかかわらず、旧正高校の生徒を爽やかに演じ、戦後の自由な雰囲気を象徴する映画として、大ヒットした。その後は1950年に新東宝の、暁の脱走。1952年に、小竹の、現代人と他者の作品にも出演。特に、現代人ではイケベが、それまでの二枚目スターから演技派俳優として、 最初に認められるようになった作品であった。ぼっちゃん、1953年、雪国、1957年、暗夜航路、1959年などの多くの文芸作品で影のある青年を演じ、文芸路線や都会派映画に欠かせない二枚目スターとて、君臨した。1960年代に入ると徐々に脇役に転じたが、1964年に主演した。 乾いた花での薬座薬が評判となる。この頃、18歳年下の女性と再婚した。1960年代からは、テレビドラマにも出演し始めた。1965年、石原雄二郎、里見光太郎、山城慎吾ら俳優が暴力団のために、拳銃密輸していたことが明るみに出た。警察庁は、芸能工業関係者に、 暴力団との腐れ縁を立てと強い調子で警告。同年2月22日、日本映画俳優協会会長であった池部は、映画俳優と暴力団との完全絶縁を表明した。同年9月、東方を離れ池部プロダクションを設立。自ら映画を企画し、ストーリーを書くようになるが、1967年に1億円の負債を抱え倒産した。同年、東映より、 高倉健主演、昭和残京伝、1965年の出演を依頼されたが、妻が強く反対し、当初は断っている。しかし、プロデューサー春藤博史による再三の申し入れも、あり、入れ墨を入れないこと、毎回殺されること、ポスターでの露出を小さくすることを条件に出を承諾した。公開された、昭和残京伝は、大ヒットし、役名は、 毎回違っても主人公を支える薬剤薬でシリーズを支えていく。三島幸夫は薬中の誠実さについて他人の心にある日を自分のことようにそっと温めていると熱く語った。中でも昭和残響伝死んでもらいます。1970年で池部演じる風間十吉がクライマックスで高倉に語るご一緒願いますは流行語となった。 この他の投影作品では池辺が元警視総監を演じた千葉慎一主演直撃。地獄犬が1974年度に4億1700万円の配給収入を上げ、同年度の日本映画配給収入ランキング第5位に入った。アメリカ合衆国ではザ・エクセクシャナというタイトルで1999年、現在10万本以上のビデオが売れている。 1983年より2009年まで創設された日本映画俳優協会初代理事長を務める。1991年、毎日新聞連載の、そよ風時には、つむじ風で日本文芸大賞を受賞したことから、多数の連載を抱えることなり、以後は文筆業や講演が活動中心となる。2007年、初の池辺良研究本、映画俳優。 池部涼出版。同年2月、東京池袋の新聞芸座のトークショーにてその本の編集者から、青い山脈の時に31でしたが、との質問に対し、実は1916年生まれで、当時33歳なのに、青い山脈の18歳の高校生の役をしぶしぶ受けたことを告白した。ただし、過去の池部のエッセイではこのことを、案にほのめかした記述がある。 年齢より若い役が多く、実年齢が近い森重久矢や藤田進の息子役を演じたこともある。文筆業が中心となってからでも、自分は映画俳優であるという意識を持っていた。しかし、オファーがあっても、相手から年齢を聞かれて、答えると、じゃあ、この話は、と断られてしまうことを2008年2月の徹子の部屋出演時に語っていた。 2010年10月8日午後1時55分、敗血症のため、東京都内の病院で死去。亡くなった際も、雑誌、百歳万歳、銀座百点ほか4誌にエッセイを連載中だった。父は、風刺風俗漫画家として一世を風靡した、池部人氏、日本芸術院より、恩師賞を受賞。母は、画家、漫画家、岡本一平の妹。 芸術家の岡本太郎はいとこ。単調。変調。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。